ドミトリー・ステパーノビチ・ボルトニャンスキーは、ロシア帝国で活躍した、ウクライナ人の作曲家。ウクライナ・ロシアのクラシック音楽の開祖。ウクライナ語名は、ドムイトロー・ステパーノビチ・ボルトニャンスキー。1751年、ヘイチマン国家、フルーヒウシのウクライナ人聖職者の家に生まれる。7歳の時に、ロシア帝国のサンクトペテルブルクの修務局、旧帝礼拝堂に送られる。 同地でイタリア人の宮廷学長で1765年から1768年まで修務局礼拝堂の指揮者であったバルダッサーレ・ガルピに音楽を学ぶ宮廷で教育を受けたため母語のウクライナ語やロシア語のほか、イタリア語、フランス語、ドイツ語にも堪能であった1769年にボルトニャンスキーはガルピを追ってイタリア入りし オペラ創作を学ぶ。同地でオペラ作曲家としてかなりの成功を重ね、クレオンテ・クリアントや5人目のファビウス・キント・ファビオ、アルチー・デ・アルシードなどの歌劇が上演された。1779年にサンクト・ペテルブルクに戻り、1779年に喫水のロシア帝国出身者として初めて宮帝学長職に採用された。 サンクトペテルブルクでは少なくとも四度フランス語オペラを作曲しており、クラブさんのためのソナタや室内楽曲も作曲した。しかしボルトニャンスキーの歴史的重要性は四十曲以上に上る合唱聖歌コンチェルトの作曲家としてである。ボルトニャンスキーがロシア正教会のために作曲したロシア語の方針霊音楽は同時代の西洋の機能化成法に基づく調整音楽と 西欧に伝統的な大法、ベネツィア学派の伝統である分割合唱様式を取り入れている。このため、聖教会の伝統に立つ向きからは、ボルトニャンスキーの作風はあまり評価されなかったが、しかしながら同時代では人気があり、いくつかの宗教曲はアトス山においてもロシア人修道士により朗々と歌われたと言われている。ただし、これは、 当時のほとんどのロシアの音楽家に言えることではあるが、極端な西大家により、ロシアの伝統音楽を卑下したという批判もあり、伊福部明は伝統音楽を擁護する立場から、ボルトニャンスキーの成果を安価にして軽薄なイタリアまがいとまで酷評している。ボルトニャンスキーの方針例音楽は1882年になってチャイコフスキーにより肯定され、10巻の曲集として、 出版された。チャイコフスキーの序曲、1812年の助奏は、ボルトニャンスキーの合唱聖歌コンチェルトの一つから、旋律が取られている。ボルトニャンスキーは、ペテルブルクで制御し、同地のアレクサンドルネフスキー修道院に埋葬された。ボルトニャンスキーが作曲した、賛美歌、コリス・ラーベンは、1917年のロシア革命に、 なるまで、モスクワのクレムリンのカリオンによって、毎日正午に演奏された。コリスラーベンの旋律は、フリーメイソン会員の間で親しまれ、英語圏では、ロシア、セイント・ピーターズバーグ、ウェルズの名で、ドイツ語圏では、ゲルハルト・テルシュテーゲンの歌詞付けによる合唱曲や軍歌偉大な軍楽儀礼として知られていた。日本では、 日本ハリストス星教会に所属する教会のいくつかで、ボルトニャンスキーの方針霊曲、ヘルビムの歌がしばしば歌われ、親しまれている。ありがとうございます。